Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Death Come True. Kita udah ada perkembangan sih sejauh ini, tapi ya masih kerjaannya mati-mati terus sih. Ya mungkin memang gamenya seperti itu, soalnya dari judulnya aja kan ada death-deathnya kan. Ya udah pasti kita kerjaannya mati-mati mulu. Dan ternyata tuh setiap kematian kita pas bangun lagi, itu dialognya tuh beda sebenarnya, agak beda. Jadi kalau sebelumnya itu gue sempet cepetin, mungkin selanjutnya gue gak bakalan cepet-cepetin lagi deh. Gue nikmatin lagi dari awal, gue pikir tuh pas awal kita ngulang lagi hal yang sama, ternyata gak beda sama sekali. Bakalan ada kematian apa lagi hari ini? Kita langsung masuk ke game ya, yuk. Kembali lagi di scene ini. Untung gue inget tuh. Jangan-jangan gue inget karena ada apa ya tuh? Ingatan alam bawah sadar kayaknya. ただこのわけのわからないホテルの秘密ももう少しではっきりするかもしれない。そうだ、まずはそれを確かめるんだ。ちょっとだけ待っててくれ。よし、聞いたかもな。このホテルは普通じゃない。外の見えない窓、開かない。絶対に開かない入り口。そしてこのホテルで起きている数々の不可思議な現象、その秘密さえ分かれば俺の身に何が起きているのかも分かるはずだ。どうすれば、どこに行けばこのホテルの秘密を突き止めることができる。524 deh. Kamar si cewek kan. Matteo. Koni 4 te. Eh, kartunya sama dia. Anoko wa nani mo shiranakatta janai ka. Shikkari shiro. Kono hotel no himitsu wa abaku ni wa doko e ikeba ii. Oh. Shikkari kangae. Okay. Gue pikir itu tadi. Ya pasti inilah. Soda. Ano front da. Watashi wa tada no navigator desu kara. Nanika komatta koto ga attara navigator wo aitsu ni kikeba kitto nanika wakaru hazu da. Nggak capek bang, berdiri mulu. Nanika o komari desu ka? Kikitai koto ga aru nda. Tou hotel no koto deshitara, nan demo o tazune kudasai. Kono hotel no koto nara, hontou ni nan demo wakaru no ka? Mochiron desu. Watashi wa navigator desu kara. Kono hotel, nan nan da? ここは本当に現実世界なのか？違います。このホテルは実験段階のプログラム装置によって作られた仮想現実世界です。仮想現実世界？わかりやすく説明しましょう。驚く必要はありません。ここは仮想現実世界ですから。この仮想現実世界を作っているプログラム装置はカムトゥルーと呼ばれています。このカムトゥルー装置に被験者となる人物の脳を接続することで、その記憶をもとにした仮想現実世界を構築することが可能となります。それは死んだ人間の記憶からでも？もちろん可能です。さらにその装置に別の人物の脳を接続することで、その人物の意識は仮想現実世界へと送られ、被験者の記憶を追体験することができるようになります。簡単に言えば、仮想現実世界で
被験者自身になれるのです。ゲームで言えばプレイヤーに当たるこの人物をカムトゥルーでは捜査員と呼んでいます。じゃあもしかして俺って。な、質問は後回しにさせてください。時間がありませんので。まあ、よく出会えねえだり。被験者の記憶を追体験できるとはいえ、ここはあくまで仮想現実世界であって、被験者の実際の記憶そのものではありません。記憶に存在しないものや空間、会話などはプログラムによって保管されています。ですので捜査員は実際の被験者の記憶とは違う行動を取ることもできるのです。つまりこの世界は捜査員の選択によってさまざまに分岐していく記憶を超えた仮想現実世界なのです。もともとこのカムトゥルー装置は脳の治療目的で開発され、まだ実験段階だったのですが、警察からの強い要望があり、今回特別に捜査に使用することを許諾いたしました。警察からの要望？ただそこで予想外の事態が起きてしまいました。現在カムトゥルーはハッキングによる妨害を受けています。ハッキング？何者かが外部からこの世界を壊そうとしているのです。しかもそれは時間とともに進行しています。それに本来であればカムトゥルー内に入った捜査員は元の自分の記憶を保持したままのはず。ですが今のあなたはハッキングによって記憶を消失させられ、本当の自分が何者かわからない状態になっているようです。じゃあ俺の記憶喪失って。さらにハッキングによるプログラムの書き換えによって、本来この仮想現実世界にいないはずの存在が現れ、捜査員の妨害をしています。これらのハッキングによる脅威は深刻です。このままでは仮想現実世界はあなたの意識を取り込んだまま外部との接続を遮断されます。そうなればあなたは元の世界には戻れません。一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。でも戻るってどうやって。あなたはその方法をご存知のはずです。今まで何度も選んでいましたいましたいましたよね。あなたが死ぬたびに何度も死んだ後、いつも頭に浮かんでたあれか。あそこで終了するを選んでいれば、あなたはいつでも仮想現実世界から外の世界へと意識を戻すことができる。この世界は真実に信じたくて、あなたは続き続けを選び続けていた。ただこれ危険です。繰り返しします。一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。おい！一刻も早くこの世界から出るべき。いやでもこのまま終わっていいのか。だったらなんで俺はこの世界に来たんだ。ポリシーマン、シアペンハージャー。どうして。
想現実世界の幸村茜なんだよな。だったら現実世界の彼女は別にいる。今どこで何をしてるんだ。ここから出れば会えんのかよ。死因は絞殺です。背後からロープのようなもので首を絞められて殺されたようです。犯人はその場で別の捜査官によって射殺されています。つまり彼女が一連の連続殺人の最後の被害者ということに。ダウンでもティフェニー、今すぐ行きます。使用許諾お願いします。そうか、そうだったよな。Kayak gue ngerti dia. Kayak ngerti aja loh. Nanti akhirnya juga salah nih gue nih. ここは現実世界じゃなくて仮想現実の世界だから。だったらこれ以上ここにいて意味あるのか。元の世界に戻れなくなるかもしれないのに。君はもう死んでいて助けることもできないのに。俺はどうすればいいんだ。Aja, persona. Cocok lagi dia kalau jadi persona. Nah, continue nggak ada? Oh, gue kira. Lebih rusak daripada sebelumnya ini. Sekalian gue pengen ngerekam ini, gue pengen ngomong sih. Gue tuh ngeliat Kanata Hongo tuh kayaknya dia apa ya, kayak masih bocah terus gitu loh dari dulu. Ternyata tuh dia sebenarnya lebih tua daripada gue. Gak nyangka gue. Ya, continue lah. Kita selamatkan pasangan kita. リッチルパーラ。やっぱりまだ終わるわけにはいかない。彼女はこのホテルで死んだ。唐木誠に殺された。でもそれは本当に真実なのか。俺はそれを確かめるためにここに来たはずだ。俺にはもう君は救えない。それでも
俺は君を救いたい。だからこの事件の真相は何としてでも突き止めてみせる。そのために進むべきルートをもう一度たどるんだ。真実にたどり着くためのルートを。いいから逃げるぞ。For the office that arrived, hiding closet, search for cell phone. Hey, ini dah. Nggak digotong. Kayak salah gue. Ya salah ini gue, salah pilih. Gue pikir digotong sama dianya. Nanika okomari desu ka? Kikitai koto ga aru nda. Kurikai shimasu. Ya salah kan bener. Oi. Langsung gitu. Ya kalau ini mah berarti kita ngumpet dulu. Apa sih? Kayaknya salah lagi gue. Beneran gue ngoleksi kematian nih. Ya, pilihan paling terakhir lah ya. Cari HP ya dulu. Sampai ini mati juga sih bener-bener. Nah ini maksud gue tuh tadi. つもりなんてない。私があなたを信じられる根拠は？俺には大切な人がいるんだ。え？記憶喪失になったけど、不思議と彼女のことだけは思い出せた。多分彼女が俺の記憶を呼び戻してくれたんだ。彼女への思いが引き金になって俺に大切なことを思い出させてくれたんだよ。俺には彼女のために突き止めたい真実がある。彼女と一緒に突き止めたい真実が。そのためにも力を貸してくれないか。
なんかあなたと話してると別のある人を思い出す。全然似てないのにすごく似てる気がする。まあ分かったわ。あなたの話が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら唐木誠が私を助けたりしないだろうし。でこれからどうするつもり？何か考えはあるの？Keep hiding, show cell phone. Show cell phone nanti kan bawa ke sana ya? Apa keep hiding ya? Coba deh. Siapa tu? Tari? Haji macam ni lukau dah ne. Atau siapa tu? Hai. Ne, anu itu cukup heh, jangan. Mana ni seru korang cuit terus. Hah? 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 Hah?みのけんさんですよね。あのニュースキャスターの。いつもと雰囲気が全然違うから分からなかったです。別人です。別人です。別人です。ねえねえ、ちょっとこっち早く済ましたいからさ。あ？いや例のあれ。どっちが持ってんの？例のあれ？いやあのあれの回収に来たんだよ。そういう取引でしょ。取引って何のことですか？いやいやだからさ、ねえ。まさか薬？あ、じゃあその。ついてる白い粉。ちょっとねえ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 、それ何なの？ね、取引相手に失礼でしょ。私刑事なんで。何？刑事。私、刑事なんで。刑事ってのはあのなんかおまわりさんということ？それは。はい。そんな綺麗なのにおまわりさんなの？待っていけた。うんがある。昨夜、ニュースキャスターの箕面健一さんが殺人および麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。夕方の情報番組の司会などで有名な箕面健一容疑者は昨夜、訪れたホテルで宿泊客の男性を殺害しようとした疑いが持たれています。箕面容疑者は現場に居合わせた警察官に取り押さえられましたが、被害者男性は意識がないまま病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、箕面容疑者は麻薬の取引を行おうとしていたところ、被害者男性と遭遇してトラブルに発展したということです。取り調べに対し、箕面容疑者は容疑を否認しておりますが、ホテルの監視カメラには以前から箕面容疑者が侵入する姿が確認されていることから、このホテルで何度も麻薬の取引を行っていた疑いがあり、警察は余罪についても調べを進めていく方針です。Sampai kapan gue harus mati dulu? Oke, kayaknya gue udahin sampai sini dulu. Ya, ini cukup mengejutkan sih buat gue. Ternyata kita malah dibunuh sama si Jiro Sato. Salah satu karakter favorit gue. Bukan karakter favorit. Salah satu aktor Jepang favorit gue. Gak tahu kenapa, padahal dia gitu-gitu aja. Tapi tiap kali ada dia tuh gue selalu, apa ya, demen gitu, lucu gitu orangnya. Udah dari zaman dulu gue suka nontonin dia. Dan dia di sini cringe banget, tapi aduh. Bisa hidungnya putih. Obvious banget kan dia ngelakuin kesalahannya kan. Terus ditambah endingnya kayak gitu lagi. Yaudah, kita ketemu lagi di kematian-kematian berikutnya ya. Thank you banget, udah nonton. Bye-bye.